日本の作曲家、編曲家。広島県出身。幼い頃より、ヤマハ音楽教室にて音楽を学び、16歳で、ジュニアオリジナルコンサートフランス公演に参加。広島大学附属高等学校を卒業、東京芸術大学作曲家卒業、同大学院修了。火星、大砲山田光希、ピアノ、原田敦子、野口明子。 スコアリーディングをアンディエット・ピー・グ・ロジェに作曲を浦田健次郎、丸田昭三、石桁タ・マレオ、松村定三に指示。NHK 全国学校音楽コンクールの審査員なども務めている。最近はポピュラー作品の合唱曲への編曲依頼も多い。作品の大半は合唱曲、特に小学生、中学生世代が歌うことを想定した曲が多い。 もっとも、横山自身は合唱の経験は、ほとんどなく、私は、永遠の戸様で永遠の新参者と自称している。作曲の道に進んだのも、人前に出るのもダメ。人前に出なくてよくて、物影をこそこそ張っていていてよくて、間違えたら決して直せるのが好きとして、演奏の現場からは距離を取るスタンスを堅持している。合唱曲に使う詩については、ビジュアルが鮮やかで、 気度愛学どれでも、生きの良いのが好き。苦しすぎるのや、辛すぎるもの、社会派と女のドロドロは、苦手かなとして、情緒に走らない現代的な詩を好む。一方、合唱の世界で多くの作曲家が曲をつけている、谷川俊太郎の詩には、編曲を除けば、横山は一曲も作曲していない。内の人物は作詞者。ありがとうございます。